っちゃ入るの。一応これがブルーラインなんですよね。ブルーラインをこの日生方面に、行ったところにある三笠というね、カキオコが食べれる場所に来ました。一応ね、紹介できました。某アナウンサーがここはうまいということで、ちょっと行ってみようかなということで来ました。早速ちょっと行ってみましょうかなと思います。一応ちゃんけさんもね来てるということで、同行的な感じで今日はお邪魔させてもらおうかなと思います。はい、ちゃんけさんよろしくお願いします。お願いします。いいですか。はい、行かせますね。今日はちょっとこちらにどうぞ。あ、すごいいい匂いがする。チャキさん、どこ、こっちだ。これですね。あ、これですか。はいよ。うっ、やった。めちゃくちゃなんかいい匂いが、香ばしい匂いがね。生の柿を。あー、そうなんですね。すごい。柿玉スペシャルと柿玉ってどう、麺が入ってるかどうか。いや、スペシャルは柿玉のほとんど倍だ。はぁ、柿玉スペシャル。僕も、じゃあ、はい、こちらに了解です、ね。はい、じゃあこれお願いします。はい、よろしくお願いします。この船って、これで漁されてる。あ、もちろん。めっちゃ入るの。もういっぱい入れる。これですね。はい、これ自分とかで作っておいたらこの値段で。うちの場合はもうお得な。これは売り物にしてるから。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。こちらです。カキがね。初めてですね。こんな量のカキがね。
ちら。うん、おいしい、おいしい、うまい。柿だらけです。柿だらけ、柿だらけ、マジで柿尽くし、うん、こんなたっぷり入ったらなかなかないです。これマヨネーズね、マヨラーじゃないですけど。うん、これいいですね。うん、焼いたやつですね。こちらになります。うん、そのまんまでも美味しいですよね。うん、焼いたやつね、サーターミューって。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回のお店はお好み焼きミカサさんに行かせてもらいました。こちらブルーラインから、ブルーラインの蒸し揚げですかね、インターで降りてすぐの場所にあります。こちらなんですけどもね、まあ、このお好み焼きミカサさん、このミカサというね、ワードなんですけど、おそらくその船の名前かなと。漁師で、もともとね、こちらのお店の、なんですけど、漁師さんがやってるお店ということで、まあそういうこともあって、お得にがっつりいけるということで、牡蠣がたっぷり、牡蠣玉スペシャルというわけになってますね。はい。営業時間が土日祝日が11時から、夜の、19時30分まで。で、平日が、11時から18時30分ですね。もうこの土日祝日より1時間早めに閉まるということです。で、定休日が火曜日になってますので、ぜひね、このタイミングで行ってみてもいいんじゃないですかね。はい、まあ結構がっつり行けたんで、皆さんも行ってがっつり食べちゃってください。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。